2月1日から3月31日までに500名以上の犠牲者が出ており、2608人の人が現在でも拘束されています。ミャンマー国民に対して武装力を使って殺している国軍を日本政府として認めないでいただきたいということを、私たち在日ミャンマー人は今日までずっと要求してきました。でも本日も残念ながら曖昧な言葉を出していただいて、私たちミャンマー国民としてとても絶望いたします。日本がこういう曖昧な言葉を出している間に500名以上が殺されています。私は日本政府に対してお聞きしたいことがあります。2011年にミャンマーが民間の政府に移って、2013年から日本企業の進出が少しずつ増えてきました。2015年の総選挙にアウン・サン・スー・チー氏が率いる野党民主主義連盟が圧勝してから、日本はミャンマーへの進出投資を拡大してきました。2015年にティロワ経済特区を開業し、日系企業が2020年5月末時点で414社に至っています。この400社以上がミャンマー国軍との仕事をしたいから進出したわけでしょうか。日本政府としてもこの企業さんたちを国軍との仕事をさせたいから支援をして ODA を出したのでしょうか。私はこの日本企業たちはミャンマーにもビジネスの魅力があることもあって、ミャンマーは最後のフロンティアと呼んで、ミャンマーの経済成長のため進出したわけではないかと信じていました。アウン・サン・スー・チー氏が率いる国民政府を信じて、ミャンマーの発展と民主化のため日本政府が応援したいから、この数年間一番ミャンマーを力を入れてきたと思います。それをミャンマー国民としてこういうふうに思っていることは私として正しいのでしょうか。私はこれからもずっと日本政府に対してお願いしたいことはただ2つだけ。1つ目、外務省はミャンマー国軍に流れる公的な資金を直ちに止めること。ミャンマー国民に対して武装力を使って日々人を殺しているテロリスト団体の力になれる全てを日本政府はできるだけ止めること。2020年総選挙の結果に基づいて作られた CRPA、 ミャンマーの国民政府を認めることです。 CRPA のことを認めるということはミャンマー国民の声を聞くことです。この2つが私が一番日本の政府に対して期待していることです。日本政府は日本国民の声を聞いてください。私たちミャンマー人の声を無視しないでください。日本国民のお金で人殺しをさせないでください。具体的な行動をしてミャンマー国に圧力をかけてください。よろしくお願いします。